ソーサラー2による採取場所グローバルオーシャンサンプリングエクスペディションとは海洋微生物群集の遺伝的多様性を解析を行い自然の根本的なプロセスにおけるそれらの役目を解明することを目的とする海洋探査ゲノムプロジェクトである2003年8月にサルガス疎開で試験的な採取が行われ2004年3月4日クレーグ・ベンターより 正式な探査が発表された。ベンターが所有するヨットが使用され、カナダのハリファックスからスタートし、地球を一周して2006年1月にアメリカ合衆国に帰還した。この2年間の公開探査で、ノバスコシア州ハリファックスから太平洋東部熱帯地帯までの水を採取した。2007年の間も北米西海岸で採取が継続された。ゴーズデータセットは、 NCB と J. クレイグ・ベンター研究所が設立し、ゴードンベティムーア財団が出資した海洋メタゲノミクスの新しいオンラインリソースである、コミュニティサイバーンフレストラクチャー、4アドバンストマイクロビアルエコロジーリサーチアナリシスに予託され、カリフォルニア大学サンディエゴ校のキャロット2に,によって管理されている。カメラのツールセットは j c b が開発し、 ゴーズデータセットの最初の出版で使用されている。ソーサラー2の公開には以下の団体が出資した。ソーサラー2は注意度で遺伝子配列とカタロギングのための海水微生物サンプルを収集する2年間の地球一周探査を達成した。このヨットは世界一周に耐えられる設計ではなかったが、赤道直下の厚さや湿度といった極端な温度でも扱え、 60度から70度まで耐えられるようになっている。ソーサラー2の構造は、ケブラーとイ、e、ーガラスラミネート加工とエポキシ接着を使用し、中核部の素材を慎重に剪定したため、動きが軽くなるようにしつつ、強度を大きく高めている。このヨットは、ジャーマンフレールによって設計され、2400リットルの水を運ぶことができる。以下がプロジェクトと、J. クレグベンター研究所による、 公式論文である、ありがとうございます。